さんこんにちは。森田絹子のシルクチャンネルです。スタジオ担当女性アナウンサーの独断と偏見です。おすすめのものをピックアップしていくというコーナーです。さあ今日のテーマはこちらです。何でしょう。子どもの日におすすめお手軽アレンジレシピです。あ、子どもの日も近いですね。そうですね、来週に迫っていますけれども、はい、今日使うものはズバリこちらなんです。じゃん。もうこれね、道民にはおなじみですね、うん、ベルのジンギスカンタレ。ベル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 食品ですね。はい、ジンギスカン食べましょうと思うでってないですか、はい、実は今日はジンギスカン以外のものをこれで作っていこうと思うんです。作る。そうなんですよ。え、まず一つ目作っていくのこちらです、はい、お手軽スパイシーいなりということで、いなり寿司をこのタレと揚げで作っていこうと思うんです。私に作れということですね、この手袋があるということは。そうですね、最後に、はい、仕上げをグッチーさんにしてもらおうと思って途中まで私がお見せします、はい、で普通お稲荷さん作るときは醤油やだしを使うんですけれども、うん、今回はまず鍋によいしょ、お水と、はい、それからちょっとね甘い方がいいのでお砂糖を入れて、あ、お砂糖たっぷり。そしてここに、はい、ジンギスカンタレを入れちゃいます。その姿は見たことないですね。鍋に入るところはお醤油とかみりんじゃないんだ。そうなんです。そしてこの後ね煮詰めていきます、いなりを、はい、はい。そして、はい、出来上がったものがこちらです。キラキラー、こんな感じ、かわいいですよね。見えるかな。今回は、はい、子供の日ということでちょっとね、こんな感じで鯉のぼり風に作ってみました、うん、言われなかったらちょっと分かんなかった絵分かるでしょ。目がついてるんだ。そうそうそう、なるほどなるほど。じゃあグッチーさんには、はい、黄色い鯉のぼりを作ってもらおうかなと思って。なるほど。コーン、そっか、きゅうりがちょっと鱗に見えますね。鱗っぽくなってますね。あ、なるほど。で今回は、はい、コーンマヨを乗せてみようかなと。あ、ここに、あ、色とりどり、可愛らしい。これはお子さんと一緒に作りたいです ね楽しいですよね。なるほど、可愛い、できました。はい、親子で泳いどります。でポイントが、はい、このジンギスカンタレで煮詰めた、煮込んだ、あ、このいなりどんなお味なんだろう。じゃあ早速ちょっといただいてみたいと思います。はい、はい、どうでしょうか。うん、おいしい。おいしい。いや、あのね、ちょっとね、スパイシー。そうですね、甘みは普通のよりは少ないと思います。あれだけ砂糖を入れたのに、うん、甘みというよりは、そのジンギスカンのタレのちょっとスパイシーさがいい雰囲気で、大人っぽい味。そうですね。うーん。これでご飯をさらに食べられるんじゃないかなっていうぐらい、結構味がガツンとくると思います。ね、びっくりしました。ちょっと、うん、おいしい。はい。あ、おいしい。ということで、おいしかった、うん、じゃあ次、ご飯を食べたらお肉が食べたくなるということで、うん、次に使うのがね、これ今年2月に新登場したジンギスカンタレすっきりレモンなんですよ。すっきりレモン。そうで、これを使って片栗粉をまぶしてカラッと揚げた手羽元にこれを絡めることで甘辛チキンを作ろうと思います。え、レモン味なんですか、ジンギスカン。これ道民の方も見たことない方多いんじゃないと思う。はい、かけて和えるだけ。うわー、かけてみます。え、どんな感じだろう。ちょっとほんとかけただけですけど、はい、はい、お隣さんのレモン、フルーティーな味わいが特徴のタレです。フルーティー、どうでしょう、絡めるだけで。ガツンとレモン、結構ふわっときますよね最初に、うん、レモンがね。ガツンとレモンからスパイシーなジンギスカンのタレ、うん、はい、あ、爽やか。ラム以外にもねタレ合うんですよ。ラムじゃなくても合いますね、はい、これは、はい、おいしい。さて、ご飯お肉ときたら次はおしゃれなサラダが欲しくなってきませんか。まさか野菜。そう、まさか。今回はサーモンとクリームチーズのサラダを用意しましたので、それにこのさっきのすっきりレモンの方をかけるだけでドレッシングの代わりになるんです。本当ですか。ちょっとね、疑われても仕方ないと思うんですが、はい、食べてみてほしいです。美味しいんだろうか。え、魚ですよ、しかもサーモンの、はい、ちょっといただきます。
どうですか、こっちかけました。マリネっぽい。そうですね、レモンが入ってるから。え、これ本当に逆に言うとジンギスカンにちゃんと合うのっていうぐらいしっきりしたレモン。そうですね、まあ、結構ねジンギスカンのタレ余っちゃって冷蔵庫にあるよっていう方も多いと思いますので、こうラム以外にも使い道ありますので、ぜひこういったレシピでゴールデンウィークね、お子さんなんかとクッキングしてもいいかもしれません。何にでも合うわこれは。はい、生ら美味しかったですね。生らうまかった。はい、はい、ということで今回のシルクチャンネルでした。